中盤誕は、ベトナムの軍人、政治家。ベトナム労働党中央委員。ベトナム人民軍陸軍に所属し、最終階級は上昇。中盤誕は1909年、北部タイグエンのヌン族の家庭に生まれた。1930年代初めに、インドシナ共産党入党。1935年、第一回党大会において、党中央委員に選出される。 1945年9月2日に成立した、ベトナム民主共和国臨時政府ではホーチミンに指名され、国防大臣も務めた。第一次インドシナ戦争中の1948年1月1日、少々の階級を授与される。同年1月25日、第一連区区長及び第一連区抵抗、行政委員会軍事委員に任命された。 翌1949年11月4日、ベトバック連駆抵抗委員会主席兼軍事委員に任命され、同年11月22日には連駆軍政治委員となる。1951年2月、第2回ベトナム労働党大会において、党中央委員に再選。ジュネーブ協定による休戦後、1956年11月2日に、 ベトバック自治区行政委員会主席に任命される。1957年6月6日、ベトバック軍区政治委員に任命。1959年8月31日、上昇に昇格。1960年9月、第3回党大会において、党中央委員に再選。1961年1月23日、第3期党中央委員会第3回総会において、 党中央軍事委員会委員に任命され、ベトナム戦争で指揮を取った。しかし、1976年12月の第四回党大会では、中央委員に選ばれず、失脚した。中国派の保安版保安を支持したためとも、少数民族自治区の廃止に反対したためとも言われる。また、1976年2月25日に、党イコール国家に暗殺されたとも伝えられる。 A.B. ロックハート、ダイカー、P73、ダイッキト、中央、執行委員会、デビット・ジー・マール・ベトナム、ステート、ウォー、アンドレ・ポリューション 2013P134、インド・トリー・キングリー、オン18セプテンバー1945イット、リクエスティット・ザット・ワンハンドレッドバラツ、B. プリンテッド・フォー・アン・イレクション・オブ・リベレーション・アーミー、シニア・ロー・リサース、七オンオン28オーガスト、 チュィー・ニティー・エヌ・ワツ・ネーム・ド・ミニスター・オブ・ディフェンス・イン・ザ・プロビナネル・キャビネット・オブ・ザ・ディ・アル・ヴィ・ホワイル・ベトナム民主共和国政府主席例111号、ベトナム民主共和国政府主席例122号、ベトナム民主共和国政府主席例128号、ベトナム民主共和国政府主席例134号、 第2期党中央執行委員会、ベトナム民主共和国主席令278号、ベトナム民主共和国主席令18号、ベトナム民主共和国主席令036号第3期党、中央執行委員会職務配置問題に関する1961年1月23日の第3回中央執行委員会会議決議第6号、木村、61ページ。中野は里。 ベトナムの人権、福村出版、2009年、95ページ中27。原出典は、ラムレチェン2001。ありがとうございます。